カールスルーエ工科大学は1825年ルートビヒ一世によって創立されたドイツでは最古の工業大学ドイツのバーデンビュルテンベルク州に位置するドイツ旧大工科大学によるコンソーシアムに参加している世界100大学に常に入り工学系は現在ドイツで最も評価が高いフランスのエコールポリテクニックに習い作られベルリン工科大学と 同じく工業高等専門学校であった。この伝統を受け継ぎ、ここで育ったカール・ベンツは、世界で最初に実用的なガソリン動力の自動車を発明し、自動車メーカーのベンツの創始者となっている。また、ハインリヒ・ヘルツは、カール・スルーエ大学の教授として在任中の1888年に、電磁波を生成、検出する機械を構築し、電磁波の存在を、 初めて実証した。2009年、カールスルーエ大学とカールスルーエ研究センターの合併により、カールスルーエ工科大学が誕生した。オバードアフ、アイリス、キットキットオーガニゼーション、マネージメントコミッティーズ。2015年7月21日閲覧。オバードアフ、アイリス、キットキットオーガニゼーション、マネージメントコミッティーズ。 2015年7月21日閲覧。abhttp www.kit.edu kit daten.php、a b c d, d h t t p www.kit.edu s t i s 2 0 1 3 p d f 東京理科大学。 フルコ研究室、液晶の歴史、オットー・レーマンとは引く言葉んありがとうございます。